皆様こんにちは、愛です。本日は Get Ready With Me を行っていきたいと思います。私のビデオを撮る前の準備によろしければお付き合いください。ということで本日もですね、いつも通りお下地終わらせてまいりましたので、どんどんとね進んでいこうと思います。ビログねご覧いただいている方はご存知だと思いますが、私ですね、やっとこさ新しいカメラを購入いたしまして、本日ねお乳のカメラでね初めて Get Ready やらね座りのビデオをね撮るんですけれども、ちょっとねこの横にねモニターがあって私目線今ずれてると思うんだけど、がまだねあんまり慣れてないのと、やっぱりどう撮れてるのかが分かんないから、モニターどうしてもね確認しちゃうので、同じ三脚使って同じ高さで設定してるんだけど映り方が違うんだよね。お化粧しながらねこうモニター確認してねどうなってるかなっていうのを見たりするので、まあ前のカメラでもねこう目線泳ぎがちだったかなとは思うんだけど、今まではねこうやって上にね目線が行くようになってましたがね、これからこう横にね目線が行くようになると思いますが、とにかくちょっとずつ慣れていきたいなと思うんですけれども、そう美肌モードをね切るの忘れまして、リアルと違うなって思ってるんですよね。ゲットレディ撮るときは美肌モード切った方がいいかな。まあ最近いつもの同じものを使ってるからね、ファンデーションとか、はい、だけどコンシーラーだったりファンデーション新しいものとかお試し品っていうのかなをね試すときはカバー力とかねやっぱり分かった方がいいかなと思うから、そういうときだけ切ればいいかなとは思ってるんだけど、どうだろう。ということでファンデーションはねいつも通りこのプリティフレッシュ使おうと思います。おーすごい、わかりますかな、ぼかすの切り替わるの。商品紹介モードも入れてるんだけど、本当にこれがストレスフリー。前のカメラ本当好きでね、いいカメラだとは思うんだけど、とにかくフォーカスがさあれだったので、色味とか雰囲気は前のカメラの方のがやっぱり温かみがあって好きかなとは思う部分もあるんだけど、撮影の仕方とかね編集とかで色味はね変えられるといえば変えられるのかなと思うんだけど、私高度な編集ソフトは使ってないから限界はあるかなと思うんだけどね、長澤くんでいこうと思います。はい、もうこうやってファンデーションとか塗ってる時もいつも私モニター見ながらやってた気がするから、こんな感じでそれがやっぱちょっと違うかなと思うんだけど、あとね前のカメラで撮ってた時はビログ用とこういう座りのビデオ系の SD カードはもちろん分けてたんだけど、やっぱりねゲットレディだったりね商品紹介のビデオって結構長回しするので、データ量っていうのかな食うからさ、もちろん HD では撮ってたんだけど30コマにしてたんですよね。まあだけどそれを変えるのもメニューから変えないといけないから、もういいかと思ってね今回からね60コマで撮るようにしてるんだけど、どうだろう、動きがね多少滑らかにはなってるなと思うんだけど、あと給電しながら撮影ができるから電池ねなくなってもいちいち三脚から外したりとかせずねケーブルでつないで撮影ができるので、そのね手間と時間的ロスも減るんじゃないかなとは思ってるんだけど、あとはどのぐらい長く撮れるかなと思ってて、温度上がってるよっていうのも出るからね、この前温度計のマーク出たのは十何分だったっけな、とりあえず前のカメラよりは長く撮れるなって思ったんだけど、それ電源つないでる状態だとまた変わるのかな、どうなのかななんて思っておりますが、一応ね 4K でも撮れるんだけど 4K はね30個までしか撮れないから 4K で撮ることはまあないかなと思います。顔の前にこうやって物持ってくると少し暗くなるかなとは思うんだけど、後ろに引っ張られてるけど顔が映ると後ろの明るいのに引っ張られずに暗くならないから常に顔が明るく映るようにもなってると思うので、今までカーテン閉めたりとかしてたけどそういうのしなくてもねポンと電源入れてもう録画ボタンを押したらいい感じで撮れるっていうのがねもう最大の魅力だよね。まあこんな感じでベースいいかなと思いますので、眉毛やらね何やら描いて戻ってこようと思います。眉毛描いたりなんだりかんだりしてまいりましたのでアイメイクね進もうと思います。本日はですねこちらラスト4ダスクですね使おうと思います。このようなですね16色入りのパレットとなっております。これねご紹介した時私で、ね、めちゃくちゃ好きだっていうねお話ししたかなと思うんだけど、これで、ね、なんとも言えない渋い感じとサンセット夏の終わりぐらいに使うといいかななんて思ってたんだけど、まだまだ暑いですけどちょっとこちら使ってねやっていこうと思います。まずはいつも通りねカラーポップの平たいブレンディングブラシでこちらのカラーですね取りまして、よくはたいてねいつも通りにクリースオーバーするぐらいまで、今日はもうちょっと上の方からとにかく広い範囲にねバーッと乗せて、下まぶたもね前のカメラこうやって自分で近づいてってねズームとかしてたけど、アイメイクするときはもうちょっと近寄ってもいいのかな、こんな感じで
先生もいろんな角度向いたりするから画角から外れるかもしれないけど、こちらのカラーですね、同じブラシに取りまして、今より下ちょうどクリースのあたりにのせて、クリースで分断するような感じって言ったらいいのかな、のせていきます。先ほどより狭い範囲で、これからこのグラデーションが綺麗なの、これでね最後しっかりブレンドしたらめっちゃ綺麗だと思う。ブデリアムトゥールスのねクリースブラシで、こちらのカラーですね、先端に取ってジャストクリースですね、本当にうっすらクリースの上にのせて掛け感出してきます。ちょっとさっきのブラシでその上をふわふわっとブレンドするような感じ。私のね好みはこのカラーなんですよね。スモールテーパードブラシに取りまして、眉毛からカラーのせていきます。上はね前に向かってクリースの下取るような感じで、下は黒目の真ん中ぐらいまでかな。お、サリクが棚から出てきたんじゃない、落としたけど。はい、こちらのカラーですね、同じブラシに振りまして、また目地にね今よりも狭い範囲にのせていきます。はい、うん、パトロールしてるね、ここがギシギシ言うようになった。このブラシでこちらのカラーですね取りまして、目頭側からね真ん中が開くようにねのせていきます。温度が上がってきてるね、温度計のマークが出たわ。今それで17分57秒。こちらのカラーね同じブラシにとって今よりも狭い範囲にのせます。ほんのちょびっとね指でぼかして、一番最初のブラシでこの辺りねぼかします。このね変更カラーですね、スモールシェーダーブラシに取りまして、下まぶたのせていきます。使ってないスモールテーパードブラシでこのカラーですね取りまして、眉下ハイライトします。そしたらね一度何もついていないブラシでグワッとブレンドします。ブレンドしてる間ちょっとだけ電源落としました。つけてても多分大丈夫だったと思うんだけど、温度計マークが気になって、こんな感じでいいかなと思うので、エルフのね小さいブラシでこちらのカラーですね取りまして、目頭ハイライトします。エッジをねバッとぼかして、もうちょっと足すかな。そうそう電池がなくなるね、ケーブルは持ってきてあるのでケーブルつないできました。そしたら最後ねこちらのカラーですね、これがまたすごく綺麗なカラーで、指取りまして、真ん中開いてるように見えないけど、この開いてるところにのせてなじませます。たっぷりねのせて、こんな感じですね。めっちゃ綺麗じゃないこのカラー、私の大好きなテラコッタ系のメタリックのカラーにブルーグリッターがギラギラに入ってるのよ、これかわいい。ディオクロームのカラーなんだけど、こんな感じでアイメイクができましたので、アイラインを引きましょう。いつも通りね黒のペンシルで上のウォーターライン埋めてきます。切開ラインもね内側だけ描きます。下のウォーターラインはハニーデュードで埋めます。ちょっと熱暴走して止まったんですよね、その間に手を洗ったりしましたが、下まぶたのラインはプラゴで引いていきます。そしたら本日はウズのグレーで引こうと思います。形を決めている時は私は息を止めております。これで失敗したらね、せっかくねアイシャドウうまくいったなと思ってもねやり直しになるからさ、OK、まあ、こんな感じで太めに短めかなに引きました。今日もねいつも通りこちらでねマスカラして戻ってこようと思います。マスカラして戻ってまいりましたのでフェイスメイク戻ろうと思います。ちょっと角度が変わったからもうちょっとこっちやってるね。今日もチークはこちらね使おうと思います。とにかくこれ気に入ってる私、今日初めて使ってみるけど、スティップルブラシでねのせてみようかな。今日はブラシの方がね発色が良くなると思っているんですけど、どうかな。うんだね、ブラシの方が発色いいね。でも私はここまでね発色しなくてもいいかなと思うので、この上にパウダーのせるからもうちょっとマイルドになるかなと思うんだけど、ブレンドしたらいいかな。もっともっとねのせるけど、いつもブラシでのせると半量ぐらいでいいかもしれない。今後はブラシでのせようかな。パウダーはいつも通りねタチャのパウダー使います。とにかく落ち着かないんだよね、さっきからなおなお言ってずっと今まで朝ごはん食べた後からね棚の中履いて寝てたんだけどね、起きてきたら激しいですね。前回か松葉したってお話ししたかなと思うんだけど、角度が急すぎてくるんってなってる毛がいっぱいあるってねお話ししたかなと思うんですけど、その後ですねまつげ感毛期がやってまいりまして、ちょっとなんかマスカラゴリゴリになっちゃってるんだけど、だいぶね長い毛がほとんど特に左目なくなって、くるんとなってる毛がねなくなったんですね。ここ2本だけくるんとなってるのがいるんだけど、短い毛た
ちもですね、多分そのマッツパした時ちょびっと生えてた子たちがいるみたいで、上がってはいるんだけど、こっちの目頭もだいぶ落ちてきてるし、この子たちがねもうちょっと伸びて落ち着いたらね、またマッツパしようかなと思ってるんだけど、一応大きいサイズのロットをね購入したんですよ。さてはていつ届くかなと思ってて、 Amazon で購入したんだけど、国内発送じゃなくて海外発送になってたので、6月の20日から10月の5日の間までに届くとはなってたけど、ブロンザーはバターブロンザー使います。そこで横なってる、見えてるから、はい、いらっしゃいますね。あ、そうそう、家族メンバーの所在地ね、今日言ってなかったよね。今日はね9月の12日の日曜日になります。お父さんは昨日から出張に出ております。今回は3泊4日で火曜日に帰ってくるんだけど、 Vlog でもお話しいたしましたが、テクノロジー系のイベントということでね、すごく楽しみにしててね、去年中止になって、去年もめちゃくちゃ楽しみにしてたんだけど、今年で行われるということでめちゃくちゃ楽しみしたみたいでね、嬉しそうにね出発していきましたね。サニ君は今そちらいましたが、また歩いてどこか行った、またパトロールかなと思うんだけど、ポミ君はね私のクローゼットで横になって眠っております。サニがこうやって興奮してるとさ、ちょっとさみんなそわそわするんだけど、まあでもそれも最初だけで、今だいぶ落ち着いてますね。でサムちゃんいつも通りね、リビングのソファーの背もたれでねんねんしてます。これでねサニが走り始めたりするとサムがね追いかけ始めるんだけど、今日はね走ってなくてね、多分おトイレの前の儀式じゃないから、ナオナオを言ってねパトロールしてるだけなのでね、見てるだけだと思う。たまにねでもあんまりにもサニがずっと騒いでると、うるちゃうわよみたいな感じで、あーとか言ったりするんだよね。まあ強い、うちのサム、ほんとうちの中だけだけどね、外出ると怖いわよ怖いわよって言ってさ、すぐポメの後ろだったり、私お父さんの後ろ隠れるけど、私はどうもね。はい、何ですかサニクは。うん、パトロール、ありがとうね。お昼のパトロールしなかったからね、この時間にパトロールすごいねしてるけど、アントニウムのハイライターします。そう、私ここ数日ね、結婚指輪と婚約指輪両方ともねいつもつけてるんだけど、撮ってるんですね。久しぶりにさ、あれって痒くなってね、ただれたので撮りました。なんかね私ね、やばいなって思ったことがあって、何人をしてたのか忘れたんだけど、何かのね掃除だったと思うけど、薬剤かな使って素手でやったのよ。その時に、あーやばい手荒れるかもと思って、そしたらね見事にね指輪のね金属と反応してね荒れました。ハイライターこちら使おうと思います。っていうかね、その前からめちゃくちゃ手荒れしてて、結構ひどくて爪の内側からパックリ割れて、特にこっちの手すごいことなってて、ささくれになってねもう剥けたりとかすごいわけ。冬もね荒れるんだけど、やっぱ夏のすごい暑い時もめちゃくちゃ乾燥してるから、それで荒れたんだと思うんだけど、でもガサガサしてたのもあってね、だけどもうだいぶ落ち着いて、もう後になってるだけだから、皮もね今剥け始めてるんだけど、これで剥けて落ち着いたらいいかななんて思ってて、そろそろ指輪つけるかな、どうしようかなと思ってるんだけど、お父さんたまに聞かれるのよ、どうしたのって自分してないのに。ついでに指輪もね綺麗にクリーニングして、右手についてるものも全部クリーニングしたんだけど、やっぱ石鹸カスとか溜まってるとさ荒れやすくなるから、熱いお湯の中にね入れて中性洗剤入れると溶けるので、溶かしてブラシでこすったんだけど、できる限りねこのね手荒れしてるのはねお見せしないようにね、やっぱりあんまり綺麗じゃないから、そういうのビデオをね撮るようにはしてるんだけど、一瞬映ってたりとかしたと思うときはね編集してて、まあねもう基本的に手荒れしてるんだけど、今回はね久々にひどい。特にねやっぱり夜にね薬用のハンドクリーム塗らなくなってからだよね、ひどくなったのね、やっぱすごいわと思う。そしたら余分なお粉払うようにささっとなじませまして、スプレーします。これでもかっていうぐらいかけて、キャンメイクのブランパーを塗りまして、さて今日はリップどうしようかなと思っているんですけれども、探してこようと思います。今日はこちらで塗ろうと思います。お気に入りのマラクジャジューシーリップ、カラーがバタードラムですね。こういうカラーを塗る季節になってきたなと思ってるんだけど、プランパーもねティッシュオフしましたので、いきます。リップこんな感じですね、うん、いいねやっぱりこのリップね。ということでメイクね完了いたしましたので、ドライヤーかけて戻ってこようと思います。ドライヤーをかけて戻ってまいりました。そう、先日ねブログでお話しいたしましたが、お父さんの髪を切りつつ私も前髪を切りました。やっと切った。自分でね切るときはあんまり
にね短くしちゃうとね失敗した時ね調整できなくなるなと思って温眉まではいかないぐらいにしてるんですけど、まあでも私小学校高学年ぐらいからから自分で前髪切ってたので、ずっとやっぱり前髪切るだけに病院行くわけにもいかなかったから、でずっとね前髪はできる限り作って短くしてたので、前髪切るのは慣れてるっちゃ慣れてるのかもしれないんだけど、まあそれよりも今は後ろですね。もう気になって気になってしょうがないんだけど、さてはてどうしようかなと思っております。ということで本日はこのような仕上がりになりました。本日はですねこちらラストフォーダスクですね、使ってみたんですけれども、とにかくねご紹介した時に私ねこちらのデュオクロームのカラー、あとこちらも可愛いなと思ったんだけど、すっごく気に入って、こちらね使う時はねぜひ使いたいなと思っておりまして、今日あんまりグレー系のカラーは使わなかったかなと思うんですけれども、ベージュ、ブラウン、テラコッタ、モーブ、紫とかね使っては見たんですが、本当にこのカラー可愛いよね。このカラーをねやっぱりメインでねガツンと使いたかったので、まああんまり普段しないけど少しヘイローっぽくしてのせてみたんですけれども、このアイメイクもですねめちゃくちゃ気に入りました。その他のカラーものをですね秋っぽいカラーにしたらね秋っぽい感じにも仕上がるなと思いまして、私お散歩の時とかもね夕暮れ時のお空ね時折ビデオに撮ったりするんだけど、朝焼けもね綺麗だなって思うんだけど、あの夕暮れのねグラデーションが本当に好きで、このパレット使うとねその夕暮れ時のお空っぽいねグラデーション作れるなと思いまして、そういった気分の時にですね時折ね使っていきたいと思います。ということで本日もですねカラーポップでお買い物したものが届いておりますので、リビング移動してビデオ撮っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。